はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は祭りガチャの情報を見ていくんですが、これですね、行く年来る年オールスターガチャというわけで、もう今日から開催されているガチャなんですけども、毎月末になったらなんか限定ごった返し祭りガチャが来るんですけども、今月は年末バージョンとして、まあラインナップ豪華になっていると。まあ、無双キャラが5人全員集結しているというわけで、まあ、間違いなく今までもの月末ガチャより一番でかいガチャになってるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、ピックアップ無双キャラ全員集結して、まあ、今日からね、技レベル15解放されるんで、まあ、それ用の、ラインナップになってんのかな。で、天井32連、320連か。んで、10連1回目で、無料。10連11回目、19回目、27回目無料。で、8回目、16回目、24回目、32回目、記念星5キャラ確定。で、32回目、選べる無双キャラというわけで、これ、選べるにしたのは、まあいいですね。ランダムじゃなくて、ここ選べるなんはかなりでかいんじゃないかなとは思うんですけども、天井320連で3万2000ルビーで、うち40連目が無料なんで、280連引かないと、28000ルビーか。28000ルビーで記念4体と好きな無双キャラ1体もらえるって考えたら、コスパはいいですね。まあ最近記念1人につき9000ルビー必要なんで、まあ4体ゲットしようもんなら3万6000ルビー必要になってくるので、まあなかなかルビーはお得で、かつ、選べる無双なんで、まあ好きなやつゲットできるのもいいかなとは思いますね。まあただ2万8000ルビーなんでね、まあこれはぜひとも皆さん自分のルビーと相談してほしいなとは思うんですけども、まあこの無双星5キャラ5体。まあ安牌でロジャーかな、一番いいのは。ロジャーがね、ほんま今回の15解放で一番化けたキャラかなと思うので、ロジャーだけなんか突出してるんですよね。意味わからないんですけども。だからまあ天井引くんやったらロジャー引くんが一番いいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、2万8000ってなかなかな旅路なんですけども、まあ、引く人は頑張ってくださいという感じでございますわ。はい。ほんでもって10連1回目無料なんで、まあ、ちょっと引いてみようかなと思います。まあ、さすがに僕は、天井とかは引かないんですが、これだけ、ちょっと引いてみようかなと思う。10連1発目無料なんはいいね。誰でもお試しで10連引けるって、ここで、無双キャラ抜いたら勝ち中の勝ちなんですけども、そんな人はいんのかな？さすがにおらんか。まあただね、この世には計り知れん運を持った人もいるでしょうから、まあおそらく引いてる人がわんさかいると思うんですけども、ぜひとも僕もその輪の中に入りたいなと思います。今も無双キャラも被ってもいいと、おい！10連1回目って星5確定ちゃうやんな。普通の無料やんな。え、これで無双抜いたらもう、どうしよう。どうしよう。なんかめっちゃ引く気がする。こういう時の僕ってね、運爆発するんですよ。お願いしますわ。無双来いよ！ドンと！あ、でも2020年やから良き。